ポートセントルーシーはアメリカ合衆国フロリダ州南部セントルーシー郡の都市である。2000年国勢調査による人口は88,769人に過ぎなかったが、2010年の推計人口は164,603万人であり85、85%増加した。ポートセントルーシー都市圏の中心都市であり、2009年の 都市圏人口は40万6296人と推計されている。ポートセントルーシー地域に残るスプルースブラフ古墳は先住民のアイス族がこの地域に居住していた証である。古墳は紀元前300年から100年頃のものと考えられる。1890年頃には最初の開拓者が入植し、この地域をスプルースブラフと名付けてパイナップルや 柑橘類の栽培を開始したが、その後の寒波によって1894年までには土地が放棄された。この当時の遺構には、ルックアート大通り近辺の石標や墓石がある。現在ポートセントルーシーとなっている場所は、ホワイトシティ地域南側の土地であり、1950年代には、ほとんど住人がおらず、釣り用のキャンプと、わずかな農場と企業が、 アメリカ国道1号線付近にあるだけだった。1958年、不動産開発会社のジェネラルデベロップメントが5000万ドルで、リバーパーク開発地とセントルーシー川北市流沿い4万、エーカーの土地を購入し、翌1959年にはセントルーシー川に架か,かる最初の橋を開通させ、ポートセントルーシーに直接自動車で入れるようにした。 1961年2月25日には、ポートセントルーシーに250個の住宅ができていた。そこでジェネラルデベロップメント社は、リバーパーク開発地に沿った70マイルを市として、制定する、要衆議会に要請した。1961年4月27日、衆議会会議員、ルパート・スミスの提案した、会員法案953号が成立し、 州知事シーファリス・ブライアントの承認によって、ポートセントルーシーは、市となったが、制定当時の市は、リバーパークの住民が編入を望まなかったため、住民ゼロの状態でスタートした。1990年代に入ると、別の不動産開発会社コア・コミュニティーズガートに、セントルーシーウェストとなる土地を取得し、開発を開始した。 CC 社の当初の計画では7平方マイルの土地に20年間で約1万4000個の家屋を建てる予定であったが、この土地が地理的に重要な位置を占めていることに気づいた同社は、単なる住宅地にとどまらない複合開発へと舵を切る。CC 社はビジネス地区や娯楽施設用の地区の造成に乗り出し、その結果、町に7000もの雇用機会を創出して、 2000年内前半を通した拡大と成長の基礎を固めた。2006年 CC 社は新たにトラディション地区の開発に着手。この地区は週刊高速道路95号線とガトリン、ブールバードの交差点西側に位置し、開発前は大きな牛の牧場だった。そこに3 0 0万平方フィートのそういう仮面積を持つ商業地域と18000以上の住居スペースを 確保した。コアコミュニティーズのウェブサイトによれば、トラディションは、週刊高速道路95号線沿いのカナディアンブールバードに至るまでの不動産開発では、最も広範な規模の開発であるとしている。1950年代の街をモデルにして、あなたが育つ街として、広告宣伝された。この地域の中心である、トラディション広場では、年間を通じて様々な催しが行われている。 2009年には CATV 事業者 HGTV のグリーンホーム2009キャンペーンの商品としてトラディション地区の住宅が採用された。また退職後に住みたいアメリカの地域100選にも2度選ばれている。2007年米国の住宅市場が崩壊し始めるとその影響がポートセントルーシーにも及んだ。2009年2月時点の失業率は10.5%と なり、2008年には1万千戸近くの住宅で、抵当権が執行され、持ち主が担保の受け戻し権を喪失した。2009年2月、アメリカの公共ラジオ放送局、ナショナルパブリックラジオは、大打撃の成長とし、緊急対策を検討と題する特集番組で、セントルーシー軍聖委員の一人が、ポートセントルーシーを災害地域に指定して、 軍の緊急予算1700万ドルを投入し、事態の改善を図るべきだとの主張していることを報じた。同委員によれば、緊急予算を組み入れれば、交通予算など、その他の秘目と合わせて2000万ドルから3000万ドルの資金を研究パーク建設や高規格道路を含むインフラ整備に費やすことができるということであった。これに対し、ポートセントルーシー市当局は、この報道が、 NPR のウェブ版に掲載された翌日、市が厳しい財政状況に置かれていることは認める。一方で、自然災害時の備えとして蓄えられている緊急予算を投入することは不適切であり、NPR が報道した内容は一人の軍政委員の意見に過ぎず、市は災害地域宣言を行うことを検討しても、いなければ経済破綻状態にあるわけでもないと反論した。 2008年、トーリー・パインズ分子生物学研究所とワクチン、遺伝子治療研究所を含む4つのバイオテクノロジー研究機関が入居するトラディションセンター法イノベーションの設立が決定し、これに関連するものだけでも3万以上の新規雇用機械がポートセントルーシー市に創出されると期待された。2009年度に入ってからも警察官51名を含む 上勤の市職員154名の削減が決定されるなど、ポートセントルーシン市では、険しい緊縮財政運営が続けられているが、その一方では、助役代理の年俸が14%上積みされたことに対して厳しい批判が浴びせられた。市では、組織改正に伴い助役代理の責任範囲が拡大したことを挙げ、給与の増額は正当であるとしている。 2010年9月22日、ポートセントルーシーの現職市長、パトリシア・クリステンセンが公文書偽造と選挙運営資金の着服の権威により逮捕され、同日中に同市長は辞任も表明した。ポートセントルーシーは北緯27度16分33秒、整形80度21分18秒に位置する。南にはセントルーシー川支流、北には ポートピアースがある。東は大西洋である。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は76.7平方マイルで、このうち陸地が75.5平方マイルであり、水域は1.1平方マイル、水域率は1.50%である。ポートセントルーシー市は温暖な亜熱帯気候にあり、熱帯気候に入る寸前の位置づけである。夏は、 外して暑く平均気温は、下肢90度台前半である。冬は温暖であり、平均気温は、下肢70度台前後である。年間降水量の平均値は、約53.5インチである。2004年9月4日には、ハリケーンフランシスの直撃を受け、直後の9月25日には、ハリケーンジャンヌに襲われた。2005年10月24日には、ハリケーンウィルマに、直撃された。 以下は2000年の統計データである。フロリダ州は2009年4月時点のポートセントルーシー市人口155,251人と推計している。フロリダターンパイクはセントルーシー郡で唯一の有料道路であり、週間高速道路95号線とこのターンパイクが接近する最北端にある。市内には出口が2つあり、 ポートセントルーシーブールバードとベッカー道路に接続している。セントルーシー郡を抜ける経路の大半では、週刊高速道路95号線の東側にある。このターンパイクで、北のオーランドや南のマイアミに通じている。週刊高速道路95号線は、市の西部を南北に走っている。6車線あり、マイアミや北のジャクソンビルに通じている。出口としては、 ミッドウェイ道路に通じる126番、セントルーシーウェストブールバードに通じる121番、クロスタウンパークウェイに通じる120番、ガトリンブールバードとトラディションパークウェイに通じる118番、及びベッカー道路に接続する114番の5箇所がある。公共交通機関としては、NPO 法人セントルーシー高齢化評議会の1部門である、コミュニティトランジットがある。 1990年代にセントルーシー軍内のみに対するサービスを提供するデマンドバスとして運行を開始したが、その後定期路線を運行するようになった。2002年6月3日、フロリダ州交通局が運営会社に対する助成金の支給を承認し、対象地域をマーチン軍まで拡大したトレジャーコースとコネクターの名称でサービスが開始された。 PGA ビレッジゴルフ施設市内では大リーグのニューヨークメッツが春季キャンプを行っている。メッツ参加でフロリダ州リーグに属するセントルイスメッツや同じくメッツ参加でガルフコーストリーグに属するルーキーレベルのチームもポートセントルーシーを本拠地としており3チームすべてがデジタルドメインフィールドを利用している。セミプロのサッカークラブトレジャーコースとガレオンズも ポートセントルーシーを本拠地にしている。フロリダ大西洋大学が市内にトレジャーコースとキャンパスを構えている。PGA ビレッジゴルフ施設は54ホールのゴルフコースであり、教習所と歴史資料保管所を兼ねている。2007年には市では初の PGA ツアー銀クラシックアットテソロが開催された。また市内には世界的に有名な総合格闘技の学校、 アメリカントップチームのポートセントルーシーキャンパスがある。さらに、10歳から13歳のジュニアミジェット級2部リーグのアメフトチームであるポートセントルーシーゴールドパイレーツは、ポップアーナーリトルスカラーズリーグで2009年の国内チャンピオンとなった。市には他に、スケートの地元チームもある。公共教育は、セントルーシー軍公共教育学区が管轄しており、セントルーシー軍の他の部分も見ている。 市内には小学校6校、中学校7校、高校3校、高等教育機関4校がある。高等教育機関のインディアン川州立カレッジは、フロリダ大西洋大学、バーリー大学及びカイザー大学とキャンパスを共有している。ポートセントルーシン市は、市政委員会方式を採用しており、委員会は、市長1人と4つの選挙区から、それぞれ選ばれる4人の委員。 合計5人で構成されている。日常の運営は助役に委ねられている。ありがとうございます。